本競馬場第3レース2歳1勝利ダート 1400m 戦13頭立て。朝から上空は一面雲が広がっています京都競馬場。ただ今垂れ込めた低い雲という感じではなくなってきているでしょうか。白い雲もだいぶ割合が増えているように感じられます。年末までロングラン開催が続くこの2024年の京都ダート 1400m 戦2コーナー奥のシュート芝の上各馬のゲートイン進んでいって待っていた13番ピエマンソン向かっていきます。収まって係員が離れます。スタートしました。サニースマイルピエマンソンわずかに好スタートでしたが広がっています。1頭10番スノーサウンドがスタート直後ジョッキー落馬競争中止となっています。ダートの向こう正面に出たところで広がっていますがわずかに外から9番ジャスパーノベルが出ていくか。しかし1段ですジャスパーノベル。そして6番のテイリオムサシ間からは8番スキャットメロディー4、5番のレイティッシュ1番ダブルシルバー1段です。その後ろ7番アクイネスがいて11番の未来永劫戦記外目に13番ピエマンソンとなりました。3コーナーを目指して緩やかに坂を上がります。ここまで大きな集団で800を切りました。4馬身ぐらい離れて2番の名将サトノヒまた2馬身がいて12番サニースマイル3、4コーナー中間に向かって4番のカフジアスサム3、4コーナー中間です。だいぶ離れて3番トリプレーテが一番後ろになりました。4コーナーのカーブに向かっていきます。わずかに先手は6番テイリオムサシが取りました。接近していく11番未来永劫スーッと13番ピエマンソンが動いていって前3頭広がります。やや離れて外目には名将サトノヒ4コーナーから直線です。わずかに13番のピエマンソンかわして前へ出ました。体半分のリードこの内から伸びようとする11番の未来永劫2頭が競り合いながら200を切りました。3番手開いてその後ろから追い込んでくる2番の名将サトノヒその後ろから12番サニースマイルの体勢ですが抜けた13番ピエマンソン突き放す2馬身3馬身リード粘って未来永劫が2番手13番ピエマンソン先頭でゴールイン2着11番未来永劫そして後方にいた3番トリプレーテ直線追い込んできて最後3番手に上がったか内輪2番の名将サトノヒさらには12番サニースマイルなおこのレースですがスタート直後10番のスノーサウンドジョッキーが落馬競争中止となりました。完走は12頭です。序盤はずらっと前が広がって先行争い決着がつかないような形だったんですがこの先行争いを見る形で運んでいた13番ピエマンソン4コーナーでは3番手外目まで押し上げて直線抜け出しての快勝でした。タイム1分25秒後池添健一騎手の手綱ジャスタウェイ3区上がりタイムはゴールまでの 800m が51秒に 600m が38秒7です。13番ピエマンソン制して粘った11番未来永劫が2着3着には道中1番後ろ直線追い込んできた3番トリプレーテが上がりました。お知らせがあります。しばらくお待ちください。お知らせいたします。京都競馬第3レースは発走後10番スノーサウンドの騎手が落馬する事象がありました。この件につきましては後ほどパトロールビデオを放映します。
ね、